回のあむちゃんの講義のところは、動画を撮影してそのまま YouTube に上がりますので、まあ、その点はご了承ください。それでは、まずお越しいただいたので、本年も、バジェクリサ先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが講義始めさせていただきたいと思います。お願いします。これは聞こえますか？一番後ろの大丈夫ですか？もし聞こえづらかったら前の方に聞いてください。お願いします。ドナルド・ラインハルトという人がいました。でこのダグラス・エリオットさんの師匠にもあたる方で、アメリカで金管楽器の奏者 の需要がすごく大きくなったのが、商業音楽が始まった時なんですね。レコーディングとかすごい盛んになって始めて、おそらく1940年代から50年代のあたりに一気に拡大した頃だと、なので金管楽器奏者にとっての仕事が非常に増えて、その分プロで活動する人も一気に増えたんですけれども、そのプロ活動をずっとやっていくにあたってコンディションの整え方とか練習の仕方とかまだまだ分からない面が多かったわけですね。伝統的な、オーケストラのトレーニングぐらいしかなかった時代に、そうやって一気に需要が拡大したの でその頃に、ちょっと調べ物をすると、本当に当時のトッププレイヤーの実にたくさんがこのドナルド・ラインハルトのところに行って、ちょっと調子が悪くなったとかに、直してもらってたっていうようなことが資料を見てると分かってきます。でこのドナルド・ラインハルトさん自身も、トロンボーン奏者でした。で非常に面白い話があって、この人は、ちょっと別の分類方法を先に作ってて、9タイプに分類してます、金管楽器奏者の。
で球体の分類はかなりややこしいので、今日は説明しません。僕のブログにも翻訳が載ってますので、興味があったらこちらにお願いしますけれども、このタイプ分類をしていく研究がどう始まったかというと、ライアルトさんはトロンボーンを始めて、10年ぐらいかな、タイピーも出なかったらしいんですね。いろんな先生に習っていろいろ言われて、言われたこと全部やったけどダメだった。でもある時、楽器が壊れて、修理に出したら、トロンボーンって長いんでバランスを取るために後ろに重りがついてるんです。その重りだけ付け忘れた状態で楽器屋さんから帰ってきたんです。そしたら楽器はこう傾くわけなので角度が変わったんです。そしたら急にハイベイがまあかすれるぐらいだけどちょっとナンパらしい。それで10年間あらゆる手を尽くしてもならなかったハイベイがなんか角度が変わったら出たぞっていうところから、なんだこれはってことで、まずは自分のアンブシャーのメカニズムからでしょうけれども、いろいろ研究を始めて、で何千人も教えていく中で、アンブシャーのタイプが見えてきたということなんです。でも今言ったようにライアントさんが一人でたくさんの生徒さんとの関わりの中で、まあ、積み上げてきた個人研究であったのに対して、このダグレス・エリオットさんはそれをもうちょっとこう科学的な研究として成立するような研究モデルをこれを踏まえて作って、9タイプ分類よりかは3タイプ分類の方が実用的かつ、まあ、科学的に確実に確かめられるというところまで持ってきました。で僕はこのダグラス・エリオットさんに習って、この研究を広く紹介しているデイビッド・ビルキンさん、この人がウェブサイトにいろいろこういった研究を紹介、分かりやすく紹介されているのでコンタクトを取って、1年半ぐらい前から翻訳の許可を受けてそれを自分のウェブサイトに掲載するようになりました。だからご覧になった方ももしかしたらじゃあ、まあ、そういう背景がありますということで、どういったことが分かってきているのかというのを説明していきたいと思います。
方が全体から見ると割合としては少数派だということも分かっています。大体多くて 20% ぐらいだろうと、全金管楽器で、この3タイプ分類はあらゆる金管楽器に当てはまるということがもう分かっています。で、非常に面白いのが、1人の人がどの楽器を吹いてもどのマウスピースを吹いてもタイプとしては必ず同じタイプで不思議と演奏する。このマウスピースの大きさなどによって当たる場所は微妙に違うということが考えられるんですけれども、アンプ車のメカニズムとして、働き方としては誰がどの楽器をどう吹いても基本的に同じになる。延べっていう接続詞があってもわからないんですけれども、この研究の背景にある、まあ、仮説ですね、科学的な研究をするときってこうなんじゃないかって推測を立てて本当にそうかどうかを確かめるというやり方があるんですけれども、この人たちが探し出そうとしたことっていうのは、人それぞれにとって一番いい吹き方っていうのは、その人の持って生まれた解剖学的構造条件、骨とか筋肉とかですね、持って生まれたものによって決まってるんじゃないだろうかっていう、まあ、推測を証明しようとしていろいろ観察してた結果、ある種たまたま分かってきたことですね。なのでそれによって決まってるっていうことが証明されたわけではまだないんですけれども、研究の途中で明らかになってきていることがあって、これが非常に役に立つことですね。で、息が上向きの人は金管全体で多くても 20% 程度、ただ1万人金管吹きがいたら2000人いるので、全体数としては結構たくさんいるわけですね。相対的少数派だけど数はたくさん、だから寂しくない、いっぱい仲間。じゃあ3タイプあるって言いました。息下向き8割ぐらいの人たちが大体半分にまた分かれます。じゃあどう分かれるかっていうと、音を上げたり下げたりする口とマウスピースがセットでどう動いていくかっていうところに着目します。これを、まあ、この研究ではアンブシャー動作、アンブシャーモーションと呼んでます。で、アンブシャーモーションの考え方としては、音を上がったり下がったりするときにマウスピースとアンブシャーがユニットでセットで歯とか骨とか硬いものの上を移動しているっていう捉え方をします。大体わかる。つまり、まあ、箇所っていうとマウスピースもアンブシャーも動いてますよってことがもう証明されちゃってます。だから、まあ、伝統的には動いちゃいけないとか動くのおかしいってよく言われるんだけど、まあ分かっちゃってるんで動いてるというか、天動説みたいなもんだと思います今や幸い僕はこの地動説を唱えたからといって処刑されることはなさそうです天動説の時代ですけど、そのレッスンとかのやり取りの中で人によってケースによってあえて動かさないように言った時にうまくいくっていうことはいくらでもあるでしょうけれども、事実としてはマウスピースとアンブシャーがセットで動いてますことが確かになっているので、動いてるっていうことを悪いと思ってた人はもう解放されますので、別に悪くない、実は必要なので必ずどんな奏者でも絶対起きてる動きです。でもこの研究を理解して見方分かるようになってからは、誰をどう見ても絶対動いてるのがよく見えるようになりました。前だったら微動だにしてないように見えた人でもなんかちゃんと動いてる、だから見え方が分かるとみんな動いてます。じゃあそのアンブシャー動作がどういったものかっ
高い音に行くにつれてマウスピースと口がワンセットで上に押し上げられる人たちがいます。こっち鼻方向、そういう人たちは音域を下がるにつれてマウスピースとアンプシャーをワンセットで下方向に引っ張り下げますっていうグループの形。音域の上下とアンプシャーマウスピースの上下が平行する人たち、平行サイクル。アンプシャーどうですね。もう一つのグループは音を上がるときにマウスピースとアンプシャーをワンセットで引っ張り下げる人たち。この人たちは音を下がるときにマウスピースとアンプシャーをワンセットで上方向に押し上げています。だから音域の動きと、まあ、逆下向きグループの中でアンプシャーモーションが2種類に分かれます。でなぜか面白いことに息上向きの人たちはこのグループと必ず同じ動きをしています。だからどんどん名付けようかと順逆になっていうか、皆さんあの問題じゃないからグループが息下向きで順モーション、こっちが息上向きで逆モーションなのでちょうど正反対。不思議なことに息は下向きなんだけど動きはこっちと同じ、はい、なんでこうなってるのかはまだ分かってません。ラインハルトさんはああなんじゃないかこうなんじゃないかっていろいろ仮説を立ててかなり当てはまるような説明もたくさん出してますけれども、あのいつも必ずピタッと説明になってるわけじゃないので結局まだ謎がある。その三タイプ分類はまあほぼ確かなことだけを説明しているのでそこが非常に便利。ここまでで質問がある人いますか。これで3タイプに分かれたのは分かる。じゃあ先に説明を続けますね。息がマウスピースの中で口から出る息が上向きになってるってことはマウスピースの中で上唇の割合下唇の割合はどうなってると思いますか。息が上に流れるためには上唇、下唇、どっちの方が多くなる必要があると思いますか。実験してみようか。この辺に手を当てて息が思いっきり下に流れるように息入ってきて、その時の上唇、下唇の関係と上に流れるように聞いて、その時の下唇、上唇ちょっと違う。下に流れる時の方が上唇が覆いかぶさってますよね。で、上に流れる時の下唇が覆いかぶさってます。ということは息が上向きに流れてる人はマウスピースの中でどっちの唇の方が割合が多いと思いますか。そう、下なんです。というわけで、これマウスピースの耳をしたら下の方が多い。この割合は個人差いろいろあります。でも下の方が多いということは息が下向きに流れている人は
上の方が多いですね。で、上の方が多いんだけど、なぜか割合が違います。インモーションの人はかなり上唇が多いです。まあ、上唇の量が 90% から 75% が対して息が下向きになられている逆モーションの人は 75 から50、結局上唇の方が多いんですけども、で多くの教則本ではどの楽器ですね、どのタイプの人が書くと上3分の2、下3分の1ダメとダメっていう結構があります。このタイプの人が書くと半々がいいって言って、このタイプの人が書くと下がオールがいいって言います。この研究で分かってきたことは3タイプあるよ。これは同の金管楽器に、まあ、ある個人に関しては共通に当てはまります。で、この研究はどこから出発しているかというと、基本的に持って生まれた条件によってベストの吹き方があるんじゃないだろうかというところから始まってきているところで、まあ、見えてきていることとして、自分のタイプを変えるよりかは自分のタイプで吹くようにしていった方がその人のポテンシャルは、まあ、引き出しやすいし、かつ成長していきやすいということはほぼ間違いないでしょう。じゃあ下口です。下が上より多い。で、もともとの研究では、ちょっと今日も名称はちょっと誤解を生みやすいので書きませんけれども、上唇がかなり多くなるようにマウスピースを当てようと思ったら、マウスピースの位置は上寄りになるかな、下寄りになるかな。上よりになります。で、だいぶ上だから、まあ、英語で Ray High Placement って言うんですけど、日本語にするときに僕は超高位置って言ってました。だいぶ高い。これだったら、まあ、中くらいに高いので中高位置、高めなんです。その上唇の割合も結局多い。でもその度合いがまあまあだから中高位置、 Medium High Placement。こっちは、下唇が多くなるようにしたら、なるようにしたかったら低い位置になるから low placement、 そのままで低位置、そういう言い方とりあえずしたいで、もう記事でご覧になった方もいるかもしれないんですけれども、ここからがちょっと楽しい。有名なホルン奏者の名前を言ってもらったら、見たことある人なら、暗記してるやつだったら誰がどのタイプか言えます。あ、じゃあもうこれを聞いただけで、あの人このタイプだなとか、あの正解不正解全く気にしなくていいので、あの人このタイプかもってふと思った人いる？これ聞いて誰をどう思うか。お名前、桜井さん、どこの大学ですか？神戸大学、よろしくお願いします。サルビリシさん、純モーション、正解。動きを覚えてるわけね。そういう時にソファースピースがされる。この施設って、あのここじゃなくてもいいんですけど、インターネット通じますか？どっかロビーとか微妙。じゃあ、まあ食事の時とか飲み会の時とかに、あの iPhone とか持ってる人は見やすい映像を持ってきてくれたら、これどうとか言いに来てもらって構わないので、みんなでまたそういう時間利用して、ああなってるね、こうなってるねって言い合ったりすると面白いです。はい、サラビリスさん、ここです。他にこの人はあれかもと思った。
ウィリスの師匠って誰か知ってる？アンソニー・ハルステルっていう人が、ロンドン・ホルン・サウンズってご存知ですか？ CD 持ってる人はロンドン・ホルン・サウンズ。あんまりいないなぁ、まあ、絶対聞いた方がいい、頭おかしい CD。本当に、2枚出てるんですけれども、ホルン・アンサンブル版のタイタニックってあるでしょ？あれが初めて読んでたのは、そのロンドン・ホルン・サウンズ。ベルリン・フィルのオペラとか、まあ、80層の超難しいのいっぱい出てるけど、それの火をつけたのがロンドン・ホルン・サウンズ。それの2作目の CD で、ジャズばっかりの CD があるんですけど、そこで、Pat Belly Blues って、お前飲んでた親父のブルースっていうのがあるんですけど、それに超低音の、すごい面白いソロが、ソロ作品なんですよ。それを録音で吹いてるのがハルステルなんですけど、その人も、ちなみにこのタイプでした。まあ、みんなピンとこないみたいな山にしますけど。誰か、この人あれかも。ベルリン・フィルシリーズで行こうかな、元も含めて。言ってもらっていいよ。ベルリン・フィルは大体、やめたけど、分類でいうと、この3人とシュナイダーさんはちょっと実は別のタイプに分かれるんですけれども、だから見た目結構違う。この3人は実は共通の見た目があります。ここはちょっと変わるんですけれども、息上向きタイプということで、あとはリツコフスキーっていう、なぜこの人たちの名前を挙げてるかというと、このタイプ迫害されやすいので、特にホルンの世界は。でマイアス自身が実はインタビューで言ってるんですよ。当て方を大学の時に変えたんだって、低い位置で。当時は、もうこれが唯一絶対正解っていう考え方がものすごく強かった。フィリップ・ファーカスっていう偉い人が書いた本に、これが正しいんだっていう話が書いてあって、それの影響がものすごく強かったので、そこをあえて低い位置に変えるっていうのは、ものすごく勇気があって、何か法律を破ってるような気分がしたものだって言ってました。だからその何て言うのかな、3つのタイプがあるって理解がない場だと、見た目がおかしいだの、当て方が変だの、しかも、ね、音が個性的なんですよ、なぜかこの人たちって。だから余計いじめられやすいんだ。だからそのいじめバリアを作ってます。この人たちみんなこのタイプよって例を。でそのリツコフスキーっていうので、バイオリン放送交響楽団で長く主席を任されて、バウマンとか、バボラクとか、そういう
ちょこちょこ映像は出てきます。で、なんか見慣れない見方をしています。でもこのタイプです。あとは今パリ管弦楽団主席のアンドレ・カザリもこのタイプです。下があって、幹部車に順モーションと逆モーションがあるというところまでははっきり映像でも確かめられていて、そういうのが間違いないだろうと言えるぐらいの数が確かめられています。ちゃんとランダムに人を選んで、そこから先、どうも各タイプにこういう傾向があるなという話はいろいろあるんですけど、それは科学的に証明されたとはまだ言えません。その現場で経験的になんかこうみたいな、ああみたいなというレベルなんですけれども、このタイプとしてはやっぱり音色に個性があります。ホルンでいうとすっごくなんか柔らかい音かかなり硬い音かにどっちかになりやすいけれども、独特のこの芯の詰まった感じがあってアタックが結構はっきり聞こえたりとかするんですね。だから磨かれていくといい意味で個性的でみんながいいなって思う感じになります。音色は結局は明るい、だから音色は明るいんだけど音にはなんか強い張りがあってみたいな、まあ、個性的ということです。例がしょぼいですけど、この人たちが上手じゃないってことで一切ないので、このタイプの人たちは不思議と音色がちょっと暗めで柔らかい傾向がなぜかあります。どのタイプで跳躍が得意、柔軟性も高い、なぜかは分からないけどそういう傾向が。まあ、今日のこの後のマスタークラスでもそういう事例出てくるかもしれないんですけれども、練習の仕方として、まあ、おそらくこの各タイプのアンブシャーのメカニズムに何らかの力学的なちょっと違いがあって、その力学を働かせるのにより好都合な練習のパターンとかがあるんだと思うんですね。それでいうとこのタイプの人たちはあんまりゆっくり丁寧に音階とかをやるよりジグザグ運動のパターンをやってもらった時にすごくうまくいき出す場面に僕はたくさん指摘してきてます。あらりら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 みたいな、あらりららららじゃなくて、しかも結構早くで、対してこっちのタイプはグリッサンドとかでだんだん上がって下がっていくというのがなぜか得意。なので音階、半音階、自然倍音のミックスラーだんだん上がっていくクリスサンドとかの方が、まあ、アムシャーの働かせ方としていいものをなぜかつかみやすい傾向を私は感じます。このタイプの人たちはまた何か独特で違って、割と単音を発音する練習をすると、まあ、調子を取り戻しやすかったり、プッて音出して次ドゥールって2音出してディーリーリーみたいに3音出して一発発音するってとこから広げていく、つなげていくっていうのをやるといい場面にいくつか接してきて、であまり下から上がってくるより高めの音から発音して
息の中で下の絵の音に降りてくる。だから練習の仕方としてタラリラタラララタラララみたいな感じのことが多い。でトランペットで言うとこのタイプの人はペダルトーンをやると調子を崩す傾向がなぜかあるんです。ホルンだとまだましなどなどいろんな不思議な傾向があります。エンターダムもここです。このタイプの人は音が明るくて軽い傾向があります。で高音域の発達にあんまり苦労しません。なんだかサラビリスマンの感じがするね。だから個人差はあるんですけれども全体としては、高音をどんどん動かしていって低音にちょっと苦労しがちで注意が必要。このタイプの人は特に最初ちょっと高音の伸びに最初ちょっと苦労する傾向がある。中低音はすごくいい感じなのなどいろんな面白い傾向がある。唇を下唇を巻き込む人たちもこのタイプにちょこちょこ見受けられます。マウスパイプの角度の痛めとかにも傾向があって、この人たちはバブラ君と結構まっすぐが上にこんな感じの人たちと、シュナイダーさんのようにすっごいこういう人たち当たってる場所もポコッとある。でも大抵かなりまっすぐ向いてます。この真ん中のタイプの人は割と下向きです。それと下唇の巻き込みがおそらく関係しています。みんながみんな巻き込むわけではありません。このタイプの人たちが一番マウスタイプの角度の見た目の印象として幅があるんですけれども、よく見るとまあそんなに下じゃない、結構まっすぐだったり上目に感じたり。ホルンの世界だとなんかマウスピースの角度がなんか下向きの方が偉いみたいな、なんとなくなんとなくの風潮が場所によってはあるんです。なぜかよくわかるんですけど、それのせいでこのタイプの人たちが、僕自身もそうだったんですけど、なんかあんまりこうなるのは良くないんじゃないかと思っちゃって苦労するパターンの時があるんですけど、やってるしゃべり疲れました。質問がある人いますか。ここまでに概要の説明を一旦これで終わるので、5分休憩を取ったら45分から10分か15分ぐらいちょっと自分たちのタイプアテッコゲーム大会をします。だから 4,5 人で集まって、音を出して、まあなんか見られるのとか聞かれるのがちょっとまだ今日の集まりたてでしょ、まだ打ち解けてないから恥ずかしい人は無理しなくていいので、でも自分のタイプを知りたいって人はぜひ音を出して周りに見てもらって、見る人は音を上げるときに、まあ、一番目をつけたいのはマウスピースが上か下かで言ったらどっちに動くか、角度じゃないです、位置です。上か下か鼻寄りか顎寄りかで言うとどっちに動くかな、これよく見てたらおそらく分かると思います。で分からないケースがあるとしたら、双方が混ざっちゃってる人です。あっちに行ったりこっちに行ったりする人、そういったら大体どっかでちょっと苦労してるんですけども、まあ、合宿中に、そういう人がいたらアドバイスしてもっと前に進めるように伝えたいなと思います。マウスピースが高音行くときに上に行ってるかな下に行ってるかな、でもし音を上がるときに見づらかったら音を下がってもらってください。音を上がるとき下がるときどっちかで傾向がはっきり出てる場合もあります。で、
じゃあ10グループぐらいに分かれて